笠原職です。今日ですね、ジャイアンツの選手がですね、原監督にですね、なんて呼ばれているか、まあ、ミーティングだったり、賞金を配ったりするときにですね、原監督から、みんな、一人一人名前を呼ばれるんですけれども、まあ、そのヒーローインタビューとかのやつ、ヒーローインタビューというか、監督、試合後の監督インタビューとかでね、その名前が出たりとか、そんな感じは出ると思うんですけど、呼ばれたりして皆さん、まあ、おなじみの聞き慣れた名前だったり、あると思うんですけれども、まあ一通りね、僕が被ってた、ジャイアンツの選手でですね、原監督が何て呼んでたか、今から原監督風のモノマネをしながらやっていきたいと思います。はい、じゃあまず坂本選手、ハヤト、調子はどうだ。次、菅野選手、智之、もうちょっとお前は9回投げんといかんな。うん、内海選手、内海さんなんだっけな。あ、いやでも普通に名字だったな。いや、鉄かな、鉄だ、鉄、はい、鉄ですね、宇都宮さんは。はい、じゃあ次が村田選手、シューナイスバッティー、似てないな。じゃあ次、山口選手、グサン、いくよ。いや、次が長野選手、長さんどうだ、調子は。似てない、ちょっと長さん、長さんね、長さんっていつも言ってますね、原監督は。次が、じゃあ小笠原選手、ガッツ、ガツガツ、ガツ。何を持ってガツなんですか。いや、もう分かんないです。なんかその裏情報では、うん、そのなんかあるトレーニングコーチが言ってたんですけど、うん、なんかすごくファイトがある、ガッツがあるとかじゃなくて、前も言ったのはその喫煙者ベストナインの時、はい、夜すげえガツガツしてるみたいです。わー、そこからなんかガッツってあとなんかついたみたいですよ。へー、はい、じゃあ次は松本選手、まっちゃん、どっちだっけな、まつ。次が、じゃあちょっと外人選手とかで、はい、ロペス選手、ホセ、あ、違うわ、ホセとか、あとロペが多かったな、ロペとか、賞金渡す時ロペ。もうほんとそんな感じですね、賞金渡す風でいきますね。あー、OK です、OK です、はい、監督賞とか。じゃあ阿部選手、しんのすけ、おめでとう。あ、じゃあ亀井選手、亀、おめでとう。で、あとは小林選手、セイジ。もうちょっとキャッチングよくな。うん。じゃあ次が中井選手、中井でした、そのまま名字でしたね。次は片岡選手、ヤス、うん、いいぞ、カドバン結婚したけど。Yes。 いや、次、高橋由伸選手、普通に由伸だったかな、下の名前由伸、うん、普通なんだよな、結構意外に。まあ、大竹選手とか、カンちゃん、おめでとう、ナイスピッチ。寺内選手さんは、まあ、テラーだね。テラー、もうちょっとバッティングどうにかならんか。あとは岡本選手、カズマ、まあ、下の名前が多いですね、原監督は基本。じゃあ宮國選手とかは、もう涼介でしたね。あとは遠野選手とか、遠野さんは旬ですね。旬、ナイスピッチ。じゃあ鈴木選手、高弘、下の名前ですね、これも。結構下の名前多いですね。多いですね。橋本選手、至る、うん、やっぱ下の名前多いな。西村健太郎さんも健太郎だし、マシソンとか、あ、マシソンはもうスコット。スコットマシソンなんで、はい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 、名字言ってるっすね。スコットこうやって。逆に、じゃ今聞いてる感じ的に、名字そのままで呼ばれる人いるんですか。まあ、僕、笠原。ああ、でも、でも若手って結構、あ、でも高木京介さんとかは京ちゃんとか、名字で呼ばれがちですけどね、若手は基本。今上がってきただとかだと、名字の人いなくないですか。まあ確かに、名字だと、そうっすね、確かに。笠原さんしかいないです、今のとこ。名字。ほんとだ。ほぼ下の名前ですよね。はい、とか、まあ松とか、あ、てっちゃんとかですけど、長さんとかね。ああ。名字を取ったあだ名みたいな。長さんは長さんとか。なんか選手間の間で、まあなんか番外編っていうか、なんか、はいはい、ちゃんとしたあだ名が
ある選手が4名ほどいるんですけど、はいはい、まずまあこれ有名なのは藤村さんが、ピノって呼ばれてたでしょ。へえ。なんか知らないですけど、なんか足が速いからピノみたいな。なんで足が速いとピノなんですか。いや、わかんないです。なんかピノで足速いなんかあるんかな。俺もよくわかんないですよ、別に。中井さんがね、中井大輔さんが発着っていうあだ名でしたね。へえ。よくなんか二軍戦でトレーニングコーチの伊藤さんからカモン発着とかなんか言われてましたね。発着ってどういう意味なんでしょう。わかんないです。発着なんですよ、でもあだ名が。で、イタル、橋本イタルがなんか打つ瞬間にみんな、うん、なんていいだって言ってましたね。あの、すげえ芸人の小峠に超似てるんですよ、顔が。画像出せるかな、橋本イタルと小峠。すげえ顔が似てて。で、あと梶前さんっていう人もいたんですけど、その人はドーベルマンでしたね。しかも2軍の試合中にみんな言うんですよ。はいはい。カモンドーベルとか、はいはい、ドーベルマンとか。もうなんかね、その声の出し方がみんなね、なんかすごかったっすね。そうっすね、確かにみんな結構下で呼ばれがちっすね。ほとんど下ですね。でも名字の人、逆に名字の人構わないんですか。逆に名字の人、笠原さんと同じように。あ、あと田原誠二さんのことはタラーっつってましたね。ああ、はい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 。あとピッチャーの青木さんっていう人はペロペロペロって言われてました。ペロペロとか言って、ペロさんとか言って、なんでなんかペロンチョカーブっていうのを投げてたんですよ、うん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 、左の広島からトレードできたサイドスローので、カーブがすごい良くて、うん、それはなんかペロンチョカーブっていうあだ名がつけられてペロさんみたいな、なんかそんな感じで言われてましたね。そんな感じなんだな、ペロ。だからまあ結果、そのなんていうんですか、まあ、ちゃんとした下の名前だったり、うん、長さんだったり、うん、松とかは分かりやすいですよね、原監督は基本的に。うん、確かに。二軍はもうぐちゃぐちゃです。もうあだ名でしか呼ばないですね。あだ名でしか呼ばないですか、はい、なんていう、なんか あったあだ名ですか。ピッチャーはそんなないです。野手の時に、野手がバッター打席で立ってる時に、ベンチの応援から、例えば太田大志だったら、まあ、ビークとか。あカモビークとかなんか言ってましたね。いろいろビークなんだあいつ。カモビークとか言ってましたね。はい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 。いろんなそのもう川野元気っていうキャッチャーもいたんですけど、うん、まあファンの人も知ってると思うんですけど、あとなんかカッパ、とか、まあなんかそういろいろあったんですよ。カッパだったり、そうですね。まあそんなところですかね。はい、まあちょっとまだ名前出してない人多分多少いると思うんですけど、この人気になるなっていう、人が いましたら、コメント欄によろしくお願いいたします。まあ基本原監督はこのような感じで選手に、呼びかけていました。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ、バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、またぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。